涌井、友達作りたい。楽天涌井秀明投手と中日阿部俊樹内野手との交換トレードが成立したと15日両球団から発表された。右打ちの内野手を補強したい楽天と先発陣の強化が課題だった中日との思惑が一致した。涌井は4球団目なので新しい友達作りを柳に橋渡ししてもらい、新しい野球人生をスタートしたいと思います。ア・リーグで18年やって、東北の皆さんの温かい声援は味方になってなお温かく感じました。日本シリーズで対戦できるように頑張りますと球団を通じてコメントした。友達って友達作りとかいう不穏なワードやめろ、大人なコメント。第2の石井和久を目指すつもりかな。言うて数年前に2年連続役割とか誰か信じる。そこはフロント主導でドラフト指名真面目にやっとるからな。無茶を言うな。移籍先を煽っていく新しいスタイル。難易度 SSS やめろ。中日が日本シリーズに来るのは無理やろ。夢でも見ねえだろ。涌井が大谷になればワンチャン。涌井が24勝すればいけるやろ。楽天側は知らん。涌井が24勝してもチーム勝利数は50勝くらいしかいかなそう。その50勝のうち10勝は大野だろうな。ワクワクさん、なんか知らんけど中軸が抜けたみたいやから、来年は1失点で負けがつく確率上がっとるから頑張ってや。 CS すら出えてないんだが、楽天はリーグ優勝と日本一狙えるけど中日はかなり厳しそう。中日新聞、オリックスは同類。2020オリックス、再開からベテランの能見さんを獲得。2022中日、再開からベテランのワクワクさんを獲得。これが真実。楽天はマー君がそれなりに復活して打者がそこそこ打てばまだワンチャンありそうやけど、阿部を出す中日なんかが日本シリーズなんて無理やぞ。再開じゃなかったらすごいレベルや。阿部がいたところで再開だったわけだし、良いトレードじゃん。来季の中日打線やばくね。クリーンアップは高橋周平、ビシエド、鵜飼とかにならんかこれ。しかも鵜飼もまだまだ計算できる選手じゃないし。涌井どんどん都落ちしていくわ。スタートは東京だったのに、涌井 FA 権持ったままだから来年中日から出ていって5球団目にたどり着く可能性あるで。涌井の年俸1億1000万円やで。金ないのにさ、涌井別に悪いことしてないのにディスられるのかわいそうだわ。中日フロントがアホなだけなのに。中日に入ったら友達100人できるかな。